分なら4分1秒から59秒まで。じゃあアディショナルタイム本当に4分50何秒とかあったんじゃないかなってぐらい結構長く感じて、アディショナルタイムの勢いがすごくて、なんかこうやっぱそれまでってこうやっぱ自分たちのゴールの方にさあのボールを持っていくその流れとかスピードとかってやっぱりこうなんだろう順序を追ってって感じだから試合の流れはなんかゆっくりに感じるんですけど、やっぱもう後半とか後半の半分後半とかちょっとね本当に日本語全然わかんないんやけど、用語とか全然わかんないんですけど、半分の半分後半の半分以降とかアディショナルタイムとかはめちゃくちゃもうなんかおーおーみたいな感じで、もうボールのスピードがすごくて、でねもう今日なんかもう自分の身を削ってボールに向かって行ってこけたりしてもすぐ立ち上がってボールを追っかけてすごいなと思って、もうなんかサッカーってすげえと思って、だってもう人とゴールとボールと地面なんですよ、なのにあんなにたくさんの人を夢中にできてすごいなって思った。でちょっと J南がちょっとあんまりよく分かんなくて、今 FC 岐阜は J3?J3?J2? そのなんか野球とかもいろいろあるじゃないですか、 J3?J3?J3 っていうのか、それがその数字が上にっていうか2とか1になればなるほどその強いってことですよね、そのJ3 の中で J3 の中でどのくらい勝ったら J2 に昇格できるんですか？そのどのぐらい J2 こうランキングがあるってことですか？ランキングがあってそういうこと？じゃあそのサッカーチームは何個あるんですか？その名古屋グランパスが J1 で、長崎の V ファーレン長崎が J2 ってことですか？めちゃくちゃたくさんあって、それがこうトーナメントでバチバチ戦っていって、で勝ち進んでいって1位になったら J1 になったり J2 になったりってことですか？あ、そういうこと？あ、そういうこと？そういうこと？ J3 の中の J3 の中のJ3 の中のたくさんある中の1位と2位になったら、ん？あ、分からん。結局まずちょっと聞きたいのは、あの長崎と岐阜は敵ですか？掛け持ちしちゃダメですか？敵ですか？やっぱり仲間？敵だよね。でもさ、一緒に試合をすることがない限りはさ、どっちも応援してもいいでしょ別にでしょ？同じリーグにいないから
やっぱお仕事一緒に SKE させていただいてるから FC 岐阜なんですけど、やっぱりまあ地元のチームもやっぱりね、馴染みもあるしね、ね、BB 君可愛いしだからその両方のチームが J1 に上がれるように私は応援すればいいんですよ。待って、これ怒られるのかな、サポーターの方に。ちょっとごめんなさい、本当に初心者なので失礼な発言があったらすみません。え、待って、 J3 の中で上位2位になったら J2 に上がって、 J2 の中で上位1位2位になったら J1 になれるってことですか。じゃあ J1 の中で1位と2位になったらどうなるんですか。J1 は名古屋グランパス以外に何があるんですか。 J1 で1位なら優勝。なるほど。あー、優勝っていうそのあれ、すごいことが、すごいやつがあるってことか。あ、そうなんですね。もう世界に次は飛び出していけるってことか。日本一の称号を手にするとともに世界のチームと戦えるってことか。だからまあとにかく J3 から J2 へ、 J2 から J1 へ、そして J1 の中のトップへっていうのが他のいろんな皆さんのチームの目指しているところってことですよね。とにかく下位にならないようにってことか。その総当たり戦で戦っていくけど、そのみんなどのチームもその戦う試合の数は同じ平等なんですか。そうかそりゃそうか。でもう、でもう今年2021年の試合は全部終わったってことですか今日で。下位4チームが降格。そうなの。2チームじゃなくて4チーム降格なの。来週で終わり。あ、その今日の岐阜の会場でやったのが今日で終わりだったってこと。ですか。ホームでできる試合が最後だっただけで、まだその降格昇格が決まる試合はまだ残ってるってことか。あ、わかります。ホームとアウェイはわかります。だから今
来られてた藤枝、あれ藤ん相手のチームの方はアウェーだったってことですよね。その1回のその決めるリーグで何試合ぐらいするものなんですか。でも私めちゃくちゃ素敵だと思いました。はるばるアウェーの地に応援に来ているサポーターの方々の姿を見てめちゃくちゃ素敵だなって思って、なんか本当に人数とかは全然違うけど思いは負けてないっていうか、なんか本当になんか 人の素晴らしさを感じた私は、うん、だから遠征してきてくれるファンの人も私にとってはそういう感じ。遠いところまで会いに来てくれるのってめちゃくちゃパワーになるじゃないですか。その人数が少なくてもめちゃくちゃ嬉しいしありがたいし力になるから、絶対今日の相手のチームの皆さんも来てくれたサポーターの皆さんの応援があったからすごい頑張れたんじゃないかなって、こうやっぱ観客として見てたけど、やっぱりなんか自分も見ながらファンの皆さんのことを思い出しました。生卵のギフト10個ありがとうございます。生麦生麦生卵。例年34試合 J3 が J1 が34試合、各チームホームとアウェーで2試合戦う。ああじゃあこれからはもうどんどん、これからはっていうか最近はずっと岐阜にいて相手が来るのを待ってたってことか。28?J2 は28試合ね。なるほどね。だからそのお疲れ様でしたって言ってるのは試合 J2 のことが全部終わったからお疲れ様でしたじゃなくて、その岐阜のスタジアム、岐阜の会場でやるのがもう今まで何試合とこなしてきて頑張ってきて、ホームでやる試合が全部終わってお疲れ様でしたっていう、お疲れ様でしたを言うのが楽しいってことよね。違う？わかんない。教えて。あ、合ってる？じゃあ次熊本と戦うってことは FC 岐阜の選手の皆さんは熊本県まで行って熊本で戦うんですよね。熊本のチームはそして熊本で待ってるってことですよね。あ、そういうことか。順番はぐちゃぐちゃ、そういうことね。ずっと岐阜で待ってたわけじゃなくて、こう行ったり来たりして岐阜で戦うこともあったりしたけど、でなんだかんだそうやってこう1年間やってきて、でホームでやる試合が今日が最後だったってことか。だからそんなすごい試合を今日見れたってことですね。それで私はサッカーにハマるっていう、素晴らしい。なるほどね。1年間ですよね、1年間ね。でももういる順位的にもう次最後熊本に勝ってももう
もう昇格も降格もしない位置にいるってことですか。真ん中ぐらいにいるってことなのかな。そっかそっか、もう来年ってことか。あ、そうなんですね。熊本のチームは優勝がかかってるんだって。その勝った数によって、勝った数でポイントが決まっていくって感じなんですか。だって2位と1位決勝戦ってわけじゃないのに、それで熊本のチームは、あ、いや、来た来た、解説来ました。1試合勝てば3ポイントで引き分けは1ポイント。なるほどね。だからもう今累計されてるポイント的に熊本は岐阜のチーム FC 岐阜に勝てば3ポイント入ったら1位になれるんだね。なるほどね。じゃあ引き分けとかじゃダメだから、もう熊本はもうめちゃくちゃな勢いでやってくるってことね。で熊本と優勝争いをしてるのはどこ？めちゃくちゃ私頑張って詳しくなりたいなって思って、今日だけでなんかちょっと今日だけでちょっとね、その仕組みが分かっただけでもちょっと私的には嬉しいです。宮崎が1位、九州じゃん。九州めっちゃ強いじゃん。あ、盛岡も同点ってこと？私ずっとなんか自分といえばこれっていうなんか趣味とかがあんまりなくて、ずっと趣味欲しいなって思ってて、なんか今日見て、あ、これ好きかもって思ったから、みんなさんと一緒に勉強したいなって思った。なんで昇格できないんですか宮崎は。水うま。ライセンスって何ですか。資格がない。長崎の地元チーム応援した方がいいと思いますだって。でも私は SK48 は FC 岐阜のサポーターなので、どっちも応援します。J2 に上がるのに資金、資格、強いのに、分かった分かった、強いのに出来たてだからまだ資金力がないのね。でもそこはやっぱ強いチームだから、多分今後スポンサーとかがめちゃくちゃついてくれると思うから、そこはってことですよね。え、でも、え、待って、グランパスも応援した方がいいの？じゃあ全部応援したらいいじゃん。じゃあ3チーム応援したらいいってこと？その時によって応援するチームは違うってこと？初見さんこんばんは、来てくれてありがとうございます。初見です、ありがとうございます。さ
サッカーねめちゃくちゃよ楽しかったですよ。次は夏に行って削りいちご食べたい。俺と一緒に名古屋長崎岐阜応援しよう。 OK そうします。イベントお疲れ様ありがとうございます。でも今は一番は一番はちょっと決めれないんですけど、でもやっぱり今日見たから FC 岐阜さんを応援したいと思うし、応援したいって思ったし、難波さん難波さんがすごいね面白くて、ちょっとまたお会いしたいなと。屋台グルメ何か食べられましたか？屋台グルメはあれを食べました、飛騨牛コロッケとフルーツサンドを食べました。フルーツサンドは2つ入りだったんで、ほののさんとは結構しました。池田ほんと面白い人大好き。でも選手の方だったんですよね。そんなすごい方と私すぐねなんかヘラヘラしちゃうんですよね、偉い人とかすごい人の前でも。だから今日ちょっと変な感じでしたかね。ちょっとすいません、本当に失礼があったかもしれない。ヘラヘラしちゃった直馬さんの前で。まあご愛嬌ということでお許しください。今日はサッカー部のマネージャーさんみたいってツイッターでファンの人に書かれてて、私マネージャーとかやったことないんですよね。やったことないからそういう風に言われてちょっと嬉しくなっちゃいました。嬉しくなっちゃいましたね。マネージャーだったらこうやってお水をね、はいって渡すんですよ多分。試合お疲れ様ですって、いやー青春ですね。マネージャーさんとかやればよかったな。なんで私は美術部に入ったんだろうか。でも美術部も楽しかったんだよ。仲いい人とね一緒にね遊んでね楽しかったんだよ。可愛いのギフトありがとうございます。マネージャー楽しそう楽しそうってか大変だろうけどなんか青春だなって思います。今日嬉しかったのがちっちゃい子供とか普通に試合に見に来てたサポーターの方とかも手振ってくれたり、なんか写真撮ったりなんかしてくれてすごい嬉しかったです。それがね、ちっちゃい子とかもサッカーの試合見に来てそうめっちゃね可愛くて、で SKE なんだってみたいな感じで言ったりしてくれてて、そういうのって大事やなって思ったし、
なんか地域の人との触れ合いじゃないですけど、なんだろう、 SKE のファンではない人との関わり方っていうのも大事にしたら、もっともっといろんな層に見てもらえるんじゃないかなってすごい個人的に思って、なんかね、そしたらめっちゃ良くないですか。ちっちゃい子がね、いっぱい、ちっちゃい子がさ劇場にさ見に来たら可愛いじゃん。ほんとちっちゃい子大好き、ちっちゃい子大好きだから癒されますよ。ちっちゃい子を見てるとすごく癒されます。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。皆さん、さっき私がツイートした BS 富士の富士さんのサイト見てくれましたか？見たよーって方はいますか？見てください。写真がね載ってて、そうそうそう、私もそうそう、オフショットとかしてオフショットとか載せていこうと思うんですけど、番組のネタバレにならないように、BS 富士で全国で見られるので、もう皆さん絶対に見てください。あとはその告知動画とか、その番組のホームページとかの閲覧数とか視聴率とか、本当にやっぱ結局数字ってすごい大切だと思うんですね。やから、やけん、そうそうそう、もう始まる、番組が始まる前からもう盛り上げていけたらいいなって思います。なので告知動画だったりとか番組のサイトだったりとかいっぱい見てくれたらなって思いますし、イルミネーションの写真とかトリックアートの写真とかがちょっと公開されてたので、気になる方はねぜひちょっと見てみてください。生卵のギフト2個ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと長崎県での視聴率 100% になってほしいぐらい、もう本当にちょっと友達とか家族とか親戚とかもうみんなに見せようと思います。あとは学校の先生に見てほしいかなって密かに思ってます。学校の先生にはいっぱい迷惑かけちゃったから、その卒業式まで全然学校に行けなくなって、でも卒業できるようにしてくれたり、まあそうですね、別に全然成績をいじったりとかそういうことじゃなくて、いっぱい連絡とかくださったりとか、あとはこうやっぱり就職先へのいろんなこう謝罪とか対応とかを本当に学校の先生と一緒になってやってくださったんで、だからなんだろう、ちょっとでもそのテレビに出て活躍してるところを見てほしいなってずっと思ってたので、今回のテレビは
地元でも放送されるので見て、ちょっとでもあの時行かせてよかったなって先生たちが思ってくれたらいいなって思って、でも連絡先知らないんですけどそうそう、だからちょっとたまたま見つけてくれたらいいなって思いますね。ちょっとくるみさんが暴れてます、めちゃくちゃ。まあ7時にたまたまテレビつけて、たまたまそのチャンネルになってたらそうそう、長崎以外の方は6時からです。4日の6時からです。だから SKE のファンの皆さんは多分 BS で見てください。そうだよ、 KTN だよ、付き合って KTN だから付き合って KTN で見てください。くるみさんこんばんは、だってこんばんは。くるみさんかまってかまってにゃんにゃんにゃんって言ってるふふ今日ギッフィー踊ってなかった、全然。次池田が食べたい岐阜のグルメは肉寿司です。肉寿司が食べたい。早くメイクを落として、メイク落としてもう寝なきゃいけない。実家で録画してもらうようにする。あー、いいねいいね、ぜひぜひ。次のトーク会も推しカラーの服探していこうかな。ぜひぜひ赤と緑でクリスマス岐阜タイメン、五平餅、食べたい。フルーツ大福食べた、いいな。岐阜タンメン、岐阜タンメン人気やな。クロミちゃんのモバイルバッテリー買ったよ。お揃いだ、池田も持ってます。でもねちょっとね、これがね、ここにさ、これがさ抜けなくなって、どうやったら抜けるんだ、これは。どうやったら抜けるのこれ。深く押しすぎたのかな。わかりますか、伝わりますか。このこれってこんな深く刺さってたっけ。クロミちゃんのモバイルバッテリーを買った方にお尋ねしたい。こんな深く刺さってた
刺して引っ張り出す。絶対間違えたよね。触るの怖いもん。多分向き逆に刺したんだよね。確かにピンセットは怖いな。刺すと抜ける？でもこれはもっとボコってしてたんだよ。もっとボコってこうこっちに突起があって、その突起をスマホに刺すって感じだったんだ。そう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 、そう、これここにここに刺す、ここにこれを刺すはずだったの。でも逆に刺しちゃったから、え、そういうこと？違うよね。ごめんね、逆だよね。ごめん、痛い？なんかもうすごい、なんかすごい、なんかもう悲鳴上げてるもん。逆なんですけど、私そっち逆なんですけどってめっちゃ悲鳴さ言ってるって。抜けないって、無理だってよ。逆やもんだって向き多分。え、そんなことない？違う？え、待って、本当に刺していいの？だってギシギシなってるよ。刺さんないよ。え？え、めっちゃ音がやばいもん。音がやばいもん、ギシギシ言うとるもん。絶対こっちじゃないです、私こっちじゃないですって悲鳴あげてるもん。刺さんないよ。定規逆なのかな。そんなことある？絶対壊れるよね、これ。これ以上強く押したら。くっ、こっち？あ、来た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 。ほら。待って、理解したか。あ、え、合ってました。ほら取れた。これをこれに挿して充電するんやって。ほんとさ、ちゃんとさ、これ書いといてほしいよ私みたいな機械音、あ、だからこうだ、これだから合ってるんだ。合ってたんだ、これで。いやー、これがわからない人はね、なかなかいないですよ。